捕まえた。ランドセルで発行されてる新聞に載るイラストを描いたり漫画を描いたりしてるの。どう？驚いた？普段はこの辺りに住んでる子供たちの中から手先の器用な子に手伝ってもらってるんだけどね、今回は君へのお礼として手伝ってもらうことにしちゃいました。それじゃあ早速そこに座って。私がペン入れした絵にベタ入れとかトーンを貼ってもらうからよろしくね。ねえ君、お願い聞いてもらってもいいかな。少し大きな力を使うから二人をよろしくね。幸いここは通常とは違うフィールドだから、多少の過負荷をかけても外に影響はないよね。大人同士でお着替えするっていうのもなんだか楽しいな。ほんとワクワクしてきちゃう。入ってきていいよ。失礼します。どう？三人ともよく似合ってるよ。嬉しいな。でも三人一緒くたに褒めるのはねえ。他にもこの同人誌は楽しい思い出で埋め尽くされてるね。そっか、いつの間にか君とこんなにたくさんの思い出を作ったんだ。君の絵ってほのぼのしてるから、どのページを開いても心がポカポカしちゃう。本当に本当にどれも懐かしくて楽しかったな。あれこれって。ありがとう。やっぱり君はいつだって私が欲しいものをくれるんだよね。私の何が知りたいのかな？ルカ、うん、昔の友達と一緒に釣りをしたこと。主人公がとことん追い詰められる物語かな。ひたすら書いて、あとは書くことを楽しもう。一言で言うなら、きたいしてるよ。あゆみちゃんに団長さん、他にもたくさん。君を持っていこうかなっていうのはなし？私の書斎にこそこそ忍び込むいのりちゃんの姿を今見つけたことかな。温泉気持ちよかったな。また行きたいね若旦那。呆れるくらいのお人よし。もっとクソババアドラゴンになっちゃうよ。アシスタントさん、原稿明日までにね。これって私の誕生日ケーキかな。まさか祝ってもらえるとは予想してなかったな。いのりちゃんってば何か企んでる？そんなことねえで
ですよ。やろうとしたけどカヤピーに止められたとか、そんなことは断じてねえです。ごめんごめん、冗談だよ。ありがとうね、とっても嬉しいな。カヤちゃんも君もありがとうね。今日はいい日だな。私からのお礼、楽しみに待っててね。完成だね。結構いい出来じゃない。みんなにこんな才能があるなんて知らなかったな。ボスに普通に褒められると、それはそれでなんかおっかねえです。後で弱みを握られたりしないように消しとくべきなんじゃ。素直に受け取れよ、祈り。俺はこの絵めちゃくちゃ気に入ってるぜ。次もこの調子で描いていこうぜ。